家から車で20分のソマービルのデイビススクエアというところに来てます。ボストンにね、ラーメン屋さんが何軒もあるんですけれど、その中でも博多生まれのラーメンモンスターの私が一押しのお店があるんです。情熱大陸でも紹介されたつるめんデイビスさんといっても豚骨じゃないんだけどね行ってみます。昔はね、ここに冬でもずらーって並んでたんですけど、今日までなんと予約制ということで、10回ぐらい来てるんだけど、最初の日はここで雪の中40分ぐらい待ったんですけどね、今日は待たずに行けそうです。12時から予約してるんで、まだあと15分ぐらいかかります。オールドスクールアワシグネチャー醤油ラーメンでしょ、白湯味噌ビーガンラーメン、お塩しそワンタン麺だって、牛すじ味噌煮込みラーメン、インスタグラムもあるよ。じゃあ早速入ってみます。Hi, how are you? Good morning. こんにちは。醤油ラーメンに温泉卵を入れたのを一つと、あと塩しそワンタン麺を一つお願いします。醤油。Yes, sorry. I have to say in English. Yeah, 醤油ラーメン one with 温泉 egg, and also the other one is 塩しそワンタン麺。塩しそワンタン麺 one please. Yeah, that's all. Yes. ここでカード入れます。オーナーの大西さんの本も出てるんですよ。今日まで予約ということで一番乗りです。嬉しいね。大西さんこんにちは。いつもありがとうございます。今日もよろしくお願いします。楽しみに来ました。コロナということで今はこのお水の紙コップ。おスプーンもこんな感じです。楽しみ。またメニューが変わってましたけど、醤油ラーメンはね、前回と一緒かもしれないけど、その塩しそワンタン麺っていうのは全く初めてですね。大西さん優しくていい人なんですよ。かなり私ファンです。Thank you。すごい素敵な方です。奥様が今。ステージの方で一生懸命働いていらっしゃいます。奥さんも素敵。お客さんが来ました。ちゃんとディスタンスをとっていますよ。明日はお休みで、あさってから今度はまた予約じゃなくてレギュラーに戻って外に並んで食べるということになります。真剣にね、毎回作られてるんですよ。味も毎回同じです。一の感じ。いい匂いですよ。塩しそラーメン、醤油ラーメンです。初めてなんですよね。今日が初めてのメニューだと思います。今まで。本当にワンタンが入っている。こんな感じで。じゃあ先に麺をいただきます。麺はまっすぐな中くらいの麺です。美味しい。この塩のスープがもう本当にクリアなんですけど、コクがあります。麺を作って食べたら醤油ラーメン食べてるのかなっていう感じ。そしてこのワンタンいただきます。しそが効いてる。そして私の好きな醤油ラーメン。すぐな麺に醤油のこのスープがよく絡んでいます。濃そうに見えるんですけど辛くないんです。ラーメンの懐石、このね、この温泉卵がいいですね。この温泉卵、チャーシューがねすっごくよくできていて美味しいんですよ。柔らかくて絶品です。そしてここの特徴として、この醤油ラーメンにこの玉ねぎが入ってるんですよね。これがまたいい味出してるんですよ。京都に行って菊野井さんの方にお話聞いたり、いろいろ勉強されて本当に美味しいラーメンが出来上がってます。結構あっという間に食べちゃうんですよね。そういえばこのラーメンをすするっていう、麺をすするっていうのはアメリカにはないんですよね。本当はなんかアメリカって音立てちゃいけないので、みんなこのすすれないっていう感じなんですけど、日本人は麺とスープをこうシュッと食べる、すすって食べるのがいいんですよね。やっぱすすらないと感じが出てるね。毎回ご完食です。スープもね、全部飲んじゃう。美味しい。ごちそうさまでした。大きなお鍋から湯気が出ています。しっかり機械でコントロールされているんですね。それがスープかな。ありがとうございました。ごちそうさまでした。マッシー川口のボストン主婦日記っていうのを始めたんですよ。要するに日本の人たちとかに YouTube 出て来れない子の友達とか見てくれたらいいなと思って、1000ビューワーぐらい来たんで、紹介させていただきます。またね。ありがとうございました。失礼します。Thank you. Bye. Hi. 外で食べてらっしゃるのはですね、今日の限定のマグカップラーメンなんですけど。Yeah. 稲子。寒くない？ You're not cold? You're not cold? No. Oh, good. How's it? It's good? It's so good. Great, great, great. Thank you. Nice to talking to you. Bye. Thank you. So, take care, everybody. Bye. 元気屋だって、ジャパニーズレストランがあるんだね。元気屋さんって書いてある。ジャパニーズレストランバーンドラウンド。新しく出た。この間見なかったね。外で食べるの。見て。やっぱりダイニングダメなんですね。中が食べられなくて、外のところで食べるの。ちょっと見てみよう。温室みたいな感じになってます。招き猫だよ。可愛い。ね、リングもあるけど、この一個ずつのテントみたいになってるところで食べてる人がいる。もしかしたら店内はやっぱりコロナでダメなんですよね。なんか楽しそうですね。なんか楽しそう。いいね。書いてあるのがダインだね。あ、ダイン OK なんだ。なぜなんだ。中も OK だけど外で食べたい人ね。朝日スーパードライが飲める。隣は。ボストンは比較的お店の中で食べられるところが増えましたね。このアメルって私の印象だと若い人がたくさんいいるんですよね。だから前はスタバでみんな勉強してたりとかしてたんだけど、今ほら誰もいないね。だから入っちゃいけないし座っちゃいけないから。こっちちょっと入ってみましょう。ここにね、杉玉さんっていうお蕎麦屋さんが、お蕎麦さんっていうかジャパニーズレストランがあるんですけど、そこでお蕎麦を食べたことがあります。なんと断面が丸く。修理がここでできるんだね。やっぱり中で食べられないみたい。ちょっと書いてあるけど、椅子がクローズになってるみたい。そこで待ってる人がいるけど、あ、入れるんだ。また誰にできるんですね。昼が11時半から3時。そばの断面、多分あのおそばもしかしたらパスタマシンで作ってるかもしれない。ここでコーヒー買おうかな。なんか可愛いね。ここでカプチーノ買ってみることにします。なんかこのパンとかが出てる。さっきラーメン食べたばっかりなのに食べちゃう。中のお店にバイスクローが置いてあるから、みんなデリバリーなんだね。先にたくさんシナモン頼んだら入れてくれた。いただきます。口を外れて飲んでみます。うん、並ぶはずだわ。コーヒーのね、味がすごくしっかりしてて美味しいですね。また来る。ここなかなかね、美味しいコーヒーっていうのを出会わないので貴重ですね、うん、見ていただいてありがとうございました。またね。See you next time.